コツとしては、はい、目の縁までギリギリまで指で押さえて、はい、カッ開いて入れる。OK できるかな。ちょっとそんなんできるかな、時間ないから。いやちょっと待ってくれ。あの指の腹にまずコンタクト。ちょっとポンポコさんさっきどうぞ。OK、あーよく見るやつね。で指の腹を置いたら目もカッ開いて、え、うわ、ちょっと早くしないと乾いちゃうから。目触るんかいってくらい、結構触っちゃう。なんだよ。なんだよ、むずいって、焦らすな。おいしい人ぽだよ、シャツピーナッツケンです。はい、メリークリスマス。メリークリスマス。M1 の同時視聴でね、今葵ちゃんのよさんと一緒にいるんですよね。はい、ある企画をやっていこうと思います。やっちゃいますか。ちいかわのカラコンに気づくまで終わらないプレゼント、よいしょ。今ね、ちいかわのカラコンが出たのご存知ですか。いや知らなかったよ。いや、ちいかわをね、目の中に変えるっていうの話題のカラコンなんですけど、はい、こちらをですね、私購入しましたんで、はい、ちいかわのカラコンをつけることに成功しました。よいしょ。ピーナッツさん初カラコンということで。いや初めてコンタクトをつけたよ。どう、怖かった。いやお疲れ様です。めちゃくちゃ時間かかったわ。今からですね、チーカーのカラコンに気づいてもらえるまで、葵ちゃんとみおさんに偽企画でプレゼントを渡し続けます。あ、クリスマスですからね。もうね、たくさん買ってきましたね。はい、このカラコンね、想像以上に馴染んで、よく見ないとチーカーが見えないんだよね。いや普通に歩いてる人とかじゃ全然わかんないと思う。ちょっと目やってじってみたらちょっとわかる感じ。チーカーはいる。まあいますね。気づかれた時点で残りのプレゼントはうちらのもんです。なるほど。で最後まで気づかれなかったら青の女に全部あげちゃいます。あ、じゃあ早めに気づかれた方がいいな。そう、まあでも明らかに怪しい企画なんでね、気づいて突っ込んでくれるんでしょうか。僕なみなみだから。そうです。気づいてくれるんじゃないか。野上さんはね、チーカーむちゃくちゃ好きやから。あ、そうなんですか。気づくんじゃないですかね。はい、レッツーチーカーカラコン、ぷいぷい。モルカーだって。トンパッポー、メリークリスマース。メリークリスマース。噛んだわ。いきなり噛んだで。目開けて OK です。いいの。はい、はい、今からプレゼントを渡します。おー、やった。クリスマスなんで、まあサンタなんでね。いや、そうですよ。はい、ポポピーサンタやん。ポポピーサンタ持ってきました。ポポピーサンタやってきました。来たか、サンタ、嬉しいな。今からすごい勢いで渡していくんで。ほうほうほう。何それ。出したらポンポコかピーナッツ、どっちが買ったものか当ててください。すごい勢いで。おー、なるほどね。で、当たったらもらえます。当たったらもううちらの、だから自分たちが欲しいものを買ったんで。そうですよ。うわ、嬉しいな。いやもうこんな出血大サービスですよ。マジ？出血大サービスですか、ね。まあ、今年1年お世話になったんで。いやー、棚ぼた棚ぼた。紙袋がすごいでかさよ。じゃあ行きますか。はい、はい、行っていいですか。はい、こちら開けてください。はい、はい、じゃん。あっ、うわー、むずい。せーの、ピーナッツくん。正解。正解。これはヒートテックのニット帽。ヒートテックのニット帽。頭もあったかいじゃん。ヒートテックのニット帽。ね、くそー。これ野上さん。あ、なるほど。似合いそう、似合いそう。どう？あ、いい。あ、いいですね。似合い。あ、いい。じゃあ今ちょうどいい。ちょうど同じ色してる。ほんまや。じゃあ開けますね。はい、開けてください。あ、なんだ。マフラーだ。ヒートテックやぞ。ヒートテックかな。ヒートテックのマフラー。そんなあるんだね。そんなあるんだ。せーの、ポンポコ。あ、どっちどっちよ。ちょっとヒートテック。ポンポコちゃんかな。引っ張りすぎじゃない。柄がこの柄はポンポコちゃんよ。じゃあポンポコちゃんね。あ、ピーナツくんね。あ、うちらの。はい。いや、めっちゃ良かった。わ、ヒートテックはもうシンプルや。うわ、裏読みすぎたな。素直にいかなかった。なんなん、ピーナッツ君はヒートテックみたいな。じゃあこちら。はい、前傾2人が合わせて。うわエアリズムや。エアリズムのボクサーパンツ。エアリズム。ボクサーブリーフ。ブリーフとボクサーの間かな。うわ、これめっちゃ。しかもこれあのね、あのシームレス。縫い目がないやつよ。僕も持ってますよこれ。僕も持ってるやって。ポンポコちゃん選ぶかな。せーの、ポンポコちゃん。おー、割れるね。僕も持ってるって言ったよ。わざわざ。3、2、ポンポコちゃん。ポンポコちゃん。ポンポコなんやと思ってんねん。ピーナッツくん。裏読みすぎや。だね、募集。うわ、これいいのに。めっちゃ欲しかった。カルバンクラインに引き続きもらえると思ったのに。これ、揺さぶられるな。こちら。お、お、手袋や。手袋。ヒートテックや。ちょっと待って、わかんない。何で全部ヒートテックなんだろう。でも意外とヒートテックって幅広いね。ヒートテックしか出てこないからその可能性はある。ヒートテックの手袋。ピーナッツくん。おー、正解。よっしゃー。
トさんからサイズ的にこれ大きいね。大きいの。めっちゃ可愛い。青ちゃんの。一個ももらえる。じゃあこれ。あ、紙袋。可愛い紙袋。中身何ですか。なんだろうな。これヒートテック脱出したね。何ですか。ヒートテック脱出だよ。お、あ。あ、これはわかる。僕もそんな気がするな。あったかい靴下。せーの、ポンポコちゃん。あ、正解。ルームソックス。ポンポコちゃんも可愛い紙袋って言っちゃった。あー、ラッピング好きが。なるほどな。こちら。ヒートテック。ヒートテックや。ヒートテックだ。あー。ヒートテックの商品名はタイツって書いてますけど、あ、タイツ、ね、ヒートテックタイツも出てんだ。僕はこれパッチって呼んでますね。あ、パッチ、ここは揃えてくると思うんだよな。これはパッチよ、はい、せーの、いいやつ。正解。いや、もう僕全部ヒートテックでいいわ。すごいな。やべーよ。やべーよ。よく当たるね。やべーよ。やば、結構奪われてるよ。奪ってこ、奪ってこ。あ、じゃあこれ開けるよ。なんやなんや。もうこれは一発だ。あの牛乳石鹸の全身スキンケアクリームやね。いいな。おお、そうなの。あ、じゃあポンポコちゃん。わかりやすすぎる。いや、これめっちゃ赤かわかりやすすぎるって。もう目かっぴらいちゃうわ。目かっぴらいちゃうね。次これいきます。それいきましょう。こちら。マジ？やみつきしみかりせん、山形県産米使用、おせんべいやね。おせんべい。せーの、ピーナッツ。正解。よっしゃ。なんで。やば。そんなわかる。やばいな。おせんべいいただいたもん。やばいな。おせんべいもらってるよね、一回。顔に出てんのかな、せんべい顔で。なんだ。おせんべいはピーナッツくんやな、確かに。何、こんなにもらっちゃっていいの。おせんべい、ブラザーもらいや。すごい量、ね、量で攻めてるから、今回は。そう、量で攻めてるから、ね。なんか目がさ、変だよ、ピーナッツ。なんで泳いでる、泳いでる。ガン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 行こう。昨日サッカー見てたから。続いてこちら。昨日深夜にね、サッカー見てたから、ね、そうだね。6したんや、はい、開けますよ。6したんの、6したんのハンドソープ。ハンドソープです。うわ、え、待って、なんだろう、これはむずい。どっちだろうな、どっちだろうな。ピーナッツくんが6したん嫉妬かな。えバカにしすぎかな。いやいや、知ってますって。せーの、ポンポコちゃん。おー、正解。正解。待って、ちょっと待って、なんだろう。正解だよ。いやいや、何が。シーカワのカラコン入れてる。シーカワのカラコン入れてる。シーカワのカラコン入れてる。おー、なんでわかったの。やだやだ、すごい。目開いてるってことは、え、普通コンタクトで今バズってんのシーカワしかないから。そっから。すごい、すごい、そんなピンポイントで。いや、すごい。ポンポコしかよ。バレバレだ。バレバレだ。商品までバチ当て。バチ当てだよ。青いやつ。ピンのここに。見たい見たい。え、え、え、ちょっと待って。ピンクの。ビリ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 。え、すげー。てか、ブラザー、え、めっちゃ嬉しい。いや、ラオイちゃんすげーな。でしょ。いや、でも残念ながらこれ気づいてもらえたらプレゼントを私は終了です。終了です。え、ねえ、ちょっと泳がせーや。どこまで泳がしてくれるかっていうのを。うわー、素直すぎた。素直すぎた。なんか裏書いてるから。お忙しいよ。怪しかったもんね。一番最後にマジでいいのがあったっていう。うわー、ずっと怪しかったから。今から葵ちゃん喜びそうゾーンだったんだけどな。ちょっと待って。いやー、早かったな。だよ、ほとんど。僕冬越せるの確定した。うわー、素直すぎたか。およかった。いや、そうですよ。逆に僕はもうみんながハイチュウ食ってても気づけんわけやから。ずっとこれ楽しんでた。おいちゃん怪しんでたな。怪しんでたな。死んでたな。なんかあの頭文字でなんかメッセージになるのかなって思って。ああ、なるほど。もう謎解きの顔したの。鋭。ロックしたのロとか言って。ショック。あとは何があったんだ。あとはね、本当にいいのばっかりだよ。うーわー。ニコアンドの、まあ、部屋できるあったかいやつ。え、すごい。ルームウェア。ルームウェア。え、いいの、ニコアンド。ニコアンド。え、それ誰に回るの。私。ポンポコ。いいな。おっしゃー。勘鋭くてよかったわ。で、まず一番いいのが。のじょさんに教えてもらったあのパジャマです。あおちゃんに。あおちゃんに。残念。バクね。欲しい。二
2万のパジャマ。2万、これが目玉商品やったんですけど、絶対今度は気づいても言わない、ね、爆寝逃し。あとヒートテックかな。はい、ヒートテック、あの超極暖、超極暖、あで超極暖ね、超極暖、いろいろあったんだな、いろいろあったんですけどね、ちょっと早すぎたな。うわ残念、だらしすぎだろプレゼントの仕方が。いやちょっと残念だけどもらうわ。うわー、だってピンポイントで当てられた賞ないの。ないよ、ちいこん、動画を早く終わらせた罰だな。うわチーカーピンポイントは出たの分かった。いや本当に僕初めて、人生で初めてカラコン入れたんだよ。それの時間とかやって、今これ15分だからコンタクト入れるの本当苦労して、いやなんか長いねって言ってた。何を準備してんねやろねって。コンタクト本当大変だった、その時間だったんだ。そうですそうです。どう見え、言われたら見える、おる、一回見えるとおるって、一回見えたらおる、ずっとおろうかな。チーカーとずっとチーカーとおろうかな。マジの悔しそうやん。皆さんのポッポコちゃんは録音止めたらじゃああげるはないですから。ちょっとかわいそうやから、おすすめこれだけあげるわ。うわ何、え、よかったやん、開けや。優しいね、そう優しいんだから。愛用してるからな、それ開けや。あおちゃんいつも嬉しいものくれるからさ。おわあ嬉しい、そうタイプだ。エンジョイユアライフ、あもうポンポコちゃんだね。バクにあげたかったんだけどな。一番良かったのは怪しみながらもずっとプレゼントをもらい続けて、あそうそうそう、それが正解ルート。それはいやでも多分バクに前でポンポコはもう多分もうこぼしてたね最後。これこれこれ、そうだよね、だから2人が目見開いてんの怪しまなきゃいけなかったんだ。めっちゃ目くばせでしたもん、ね、そういうことか。うわー、ありがとうございました、ありがとうございました。楽しいクリスマスが、ありがとう。ホクホクよ、ヒートテッカーになりました。どうでもよかったんだよ、全部ヒートテック一生懸命リアクションしたのにさ。バクネがどうとか、バクネが手元に残れば何でもよかった。何でもかった。あいつ、おえちゃんにもあげたかったな、ヒートテック。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうね。良いお年を。良いお年を。